4月の12日、時間が11時半過ぎぐらいかな。実は知人とツーリングに行くということで出てるんですけども、まあまあ知人の都合上亀岡を10時でないと出れないという縛りがあるので、それだとねあまりこう遠く行けないじゃないですか。なので私が前入りをして10時に、亀岡を2人で出ようと。そうなると、目的は2人の共通の目的っていうことで丹後半島を目指すことになりました。それで、昼前に和歌山を出まして、とりあえず今これ亀岡へ向かっております。なんとかホテル取れたんですけども、ホテルに全泊して、で私が大阪に住んだ時にね、たまに食べに行ってたお店とかお世話になったお店とかちょっと行ってみようかなということで全泊を決めております。あれですね、和歌山ではねもうほぼ桜は散ってるんですけども、岸和田とかの山の中もう当然亀岡、これは今茨城亀岡線ですけども、この辺りもまだ桜咲いてますね。もう満開からちょっと散ってますけども、ということでホテルに到着です。亀岡のサンロイヤルホテルさんにお世話になります。でチェックインを済ませまして、亀岡駅まで歩いて、で隣の並川駅でお世話になってたタコ部屋さん、めちゃめちゃ美味しいんです。めちゃめちゃなんでしょうね、こだわりのあるマスターなんで、美味しいたこ焼きを食べてチューハイ飲んで疲れ果てで寝てしまいました。さて、深酒もせずゆっくり休めましたので、知人との待ち合わせのコンビニへ向かおうとします。こちらがねサンロイヤルホテルの中になります。少しね古いですけども、きちっと手入れされてて、どうもありがとう。フロントの方の対応も素晴らしくって気持ちよく宿泊できました。まあまあね、この辺はね自転車で何度も北摂から来ては走ってた地域なんで、サンロイヤルホテルさんはしょっちゅう前通ってたんですけど初めて宿泊しました。写真を撮らせてもらって、昨日さんから電話かかってきてさ、はい、1200R、まあ、一応全部終わったけどとりあえず磨きに来いっていう命令が下ってみんなそうなんですね、やっぱ磨くのは。でヘッドライトの中がどうしても LED 入れてるから、うん、機械の油が熱で蒸発して中に、まあ、とりあえず出ますか、はい。さて、トライアンフボバーの知人と合流しまして、天気は最高ですね。うん、ただ走ったら寒いし止まったら暑い。和歌山ではねもうほぼ散ってしまってる桜ですけども、まあ、昨日もそうでしたけども、茨城市から亀岡へ抜けてくる途中も桜が結構残ってますね。その辺は満開からちょっと散ったぐらいかな。綺麗ですね。
総味食品の丹波工場、またやってきました。いい香りがしてます。明らかに花の匂いとかじゃないです、玉ねぎの匂いとかね、なんかそんな感じの匂いがしてます。そしてこの左側、初めて来た時は焼肉屋さんだったんですけども、完全に廃業されましたね。いやー、あー、ソースの匂いがしてる。あー、それで今日はですね、丹後半島の方に向かっております。今頃ですけどね、稲の船宿の手前に某レーシングサービスの社長の知り合いがお店を移転しまして、もともとはね、大阪南の添門町の奥、あれ三寺やったかな、ちょっと忘れましたけども、その時は遊亭っていうお店だったんですけど、まあまあね、いろいろコロナ禍をなんとか耐え抜いてそのまま南でするのかなと思ったら丹後半島へ移ってしまいました。それでもね、もうすぐしたら宿も完備してツーリング行って食べて飲んで一泊して帰れるというね、とんでもなく素敵なお店になるそうなんで、この2月にオープンしたのでちょっと行ってみます。トンビが喧嘩してますね。違うわ、トンビとカラスか。綺麗ね。
着いた着いた。うん、僕はあと何メートルですって聞いてるけど。おかげさまでいい練習になりました。誰かいてるね、知ってる人が。まさか。まさか。じゃあ、ちょっと脱ごうか。はい。これが食べれるもので。覚えててもらって、はい、と一緒に来ていただきましたね。覚えてます。ありがとうございます。僕は温かいお茶と冷たいお茶どちら。温かいお茶で。僕も温かいのお願いします。仕事持ってた？ありがとうございます。普通の子供さん用プロテクターだけバイクに置いてきます。うん、凝ってるわ。あ、超です。すごい。あ、いいです。ボタン。え、どうでしょう。めちゃめちゃ熱いまあ今日のルートやったらさ、まあほんまもっと穏やかなとこ走るつもりやったけど、それでもやっぱりそこそこ全開にせなあかん場面も増えるから。昨日か、昨日、あ、おとついや、和歌山の南海部品は、はい、社長が同級生なんですよ。
うん、あ、もともとお父さんとかおじいちゃんがしてはるんですよ。で、買った、あれを買ったお店はそんなにいいオイルを置いてるかとか分からへんから、中に行ってちょっとドライアウトして走らなあかんので、多分前回かますと思うので、どうしようとか、まあ、もうこのオイル入れときや、もう常にここでオイル交換できへんけど、とりあえずメーカーの、まだあれメーカーの保証が1年残ってるから、うん、あ、ええ、ただほらこれ入れときやって言って、あ、メカニックさんいてるんかなと思ったら息子さんにやってもらって、そうか、息子がメカニックさん、そらするわな、がっくし時間の流れおー、一族が脈々とついでいってるんですね。酒飲みたいな。お昼食べるから、なんかお昼ご飯ですよ。夜食べたら酒のね、あれですかね。しかも今度焼き魚が日本酒飲まなしゃあないでしょ。進んでた。次もっと早く出れる日があれば、段取りいろいろできて、できた時にあの小松の方行きます。小松市どこですか？金沢の手前、のぺーっとしたとこあるじゃないですか、ちょうど能登半島の手前、あの辺。何がある？夢を語れの小松店があるんですね。二郎系の。それ行って、まあ、元の、まあ、しばらくまだ元の方無理やけど、まあ、金沢まで行ったら時間かかるから、それは小松で引き返して、で、この間送ったカフェやったじゃないですか。はい、あれが途中であるから、コーヒー飲んで帰ってくる。最高っす。絶対嫁がいしたいっていうわ。エルワンで行こうかな。そうそう、泳いでこない。私はって言われる。晴れてる日だ。やばい。これは日本酒やぞ。これは日本酒や。ちょっと申し訳なかったです。いやいや。申し訳ない。いやいや。
素材。アフリカの人が食べられる。めちゃめちゃこう、ぜひ、先生によろしくお伝えします。うん、僕と、うん、おいしい。ここだけに。めっちゃでかい。いやいや、そんなこと言うの？そう、聞こえますけど、今は。今は。見てください。どうぞ。トウモロコシは、トウモロコシなんかあれや。アメリカの方で、南米の方。すいません。すいません。ちょっとぐるっと、ちょっと見通していいですか？すいません。ねえ、ポンポン。でも山はね、日本はほとんど山やから、やっぱり遊佐の料理うまいわ。美味しいっすかね。あとは酒かすか。ね、そう。うん。もう、あ、食べられました食べました。あ、そうですか。はい、まだね、僕ら入った時はね、そ団体さん入ってなかったんで、うん、もうでもさっき入られた方、帰られたから。そうなんです、ね、今ちょっと話したら、もうちょっと待ってますどうしてもね、マスター一人でやってるからね。うん、うん、いや、ここはユーサー、ここも知り合いなんですよ。あ、ソエモン町。そうなの。ソエモン町から。そうなんだ。はい。いや、しかも大阪にの時よりも材料は当然こっちの方がいいので、うん、抜群です。め
めちゃ美味しかったです。僕実はここのね、はい、地の人間ってちっちゃい時で、この飼い主の、はい、お醤油屋さんね、ああ、はい、友達なんですよ。ああ、そうなんですか。でそのなんかの関係でこの方が買われるということでこの店やるでっていうことで、はいはいはい、電話を受けたん で出来上がってるし、でちょっとこの方が僕会いに来た。ああ、そうですか。今その相手の電話して送ったら、うん、あのね、ゆうさんと、はい、キムちゃんの名前が、はいはい、によろしくって今そういうのがあって、僕らもだからもう慌てることないので、はい、のんびりと、のんびりもゆっくりいただいて、どっか回られるんですか。ね、もうね、もうこっち回ると2時間3時間かかっちゃうので、だからもう綾部の方向かってゆっくり帰っていこうかなと。彼が亀岡なんで、大阪ナンバーですけどね、和歌山です。僕は亀岡で全泊してるんで、さすがに高速乗れないんで、これは125cc なんで。あれは何歩から乗るんですか。あれは 125cc 以上なんで、中型車両、これ小型車両なんで。今下は下なん、ずっと下なんです。ちょっと和歌山からだから全泊して早く帰れたら和歌山まで帰るし、あかんかったら途中でまたどっか宿取って。でもいいですね、それ自由に行こう、なるとはい、羨ましいな。行こうがいいからね。そうなんですよ、雨も降りそうないし、はい、天気がもうちょっと。何回かも来られたんですか。いやいや、今日初めてです。はい、2月かなんかにね、うん、開店されて、そうなんです、うん、で僕もあのちょっと彼が来て、はい、オープン記念写真でね、はい、そのここの奥さんやらなんかゆうさんにしてと写真撮ってるのを僕とか送ってくれて、はい、で、まあ、僕もぜひ立ってくれって言うから、行くって言って来れなかったもんですから、今日はちょっと暇やし行こう、うん、まあほんで、ま、そういうことないんでね、帰られた方はもうちょっと私たち急ぐので帰ってまあでもせっかくやからね、ゆっくり待って食べてもらったらね、うん、いいんすけどね。なんか向こうでそのお店っていうのはなんかあの、なんですかね、あのやっておられたお店、はい、なんかそう、さ、そういう関係のやった。もう、ま、こういう料理です。お魚料理とか和食、割烹な感じですね、うん、そうです、うん、和食得意、そういうもんでしょ、そういうもんでしょ、はい、たくさんお客さんいた、めちゃめちゃいらっしゃいました。で僕もびっくりしたんですよ。もうその、なんでって。あの、しかもね、そのコロナとか全部乗り越えてからなんで、まだコロナの最中でもやめたっていう人はよく言ってはったんですけど、コロナ乗り越えたのにどうしたんって言ったら、いやもう材料もええし、で、もうこのね、眺望もあるし、もうここでやるって言わはったらしくて、あ、もうそれはほな応援するしかないですね。ちょうどその時に僕と、長いんですけど、はい、それがこう宮津市のなんかで、あの地元のなんかで NS かあのネットでね、なんか売りじゃないけど、カードとかなんか出した時に、はいはいはい、なんか手を挙げられて見に来られて、あ、いいということを決め合ったみたいな。もともとお醤油屋さんなんですか。お醤油屋さんなん。僕もよう小さい時言ってもらって遊びに行って懐かしいな思いながらぐるり見てて、で外国だったら、ありがとう言ってました。この近くに養老中学ってあるんですけど、はい、今はやってないんですけど、はい、その頃やると小さかったらもう2クラスで50年学級に100人ぐらいしたんですよね。はいはいはい、どんどん活化して、でもどんどんもうこうやってみんなね活化してきますから、もうどうしてもね、うわすごいと思って、だからこの店名になったんですね。そうなんじゃない、はいはい、一緒ね、醤油の塩入ってるからね、はいはいはい、こっから来たはんねん。楽しみにして、まあ、気をつけてゆっくり使ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。失礼します。大阪添右衛門町で雄亭というね、割烹をされてた雄さんが丹後半島で菱尾食堂というのを開業されたんで来ました。もうとんでもなく美味しい。もともとね、まあ友達はよく知ってると思いますけども、
そんなにわざわざお魚を食べない私なんですけども、ゆうさんの料理はバクバク食べれるんですよね。本当に美味しい。でそれを仕入れがこの日本海のこの地魚を使ったりとかねしてね営業されてるので、それは美味しくなるしか、美味しくなるしかないでしょ日本語おかしいな。それはうまいに決まってんじゃないですか。まあね、稲の船宿を見て丹後半島を一周して走り帰るっていう手もあったんですけど、さすがにね高速乗れないのでどこまで帰れるか帰れないのか全く分からなくなるので、今回はこのまま帰路に着きます。と言っても一気に家まで帰れるかどうかはまだ分かりませんそしてね、やっぱりこうなんて言うんでしょう、巡り合わせっていうんですかね、あの土地のオーナーのお友達の方がね食べに来られてて、まあすごく並んでたんでね、ちょっと外で時間つぶしをされてたんですけども、いろいろお話を聞かせていただきました。まだ今半タンリッター68とか70走るもん。今日の走りで68ぐらいじゃん。ああ、まあ1リッターぐらいしかまだ使ってない。うん、まあもう140キロ走ってるから 1.5 リッターとか2リッター近くはいってると思うけど。リッターそんな走るんですか。お前もうあのセルフで入れていこうか。こっから先は前ずれがあると思うけど、最悪腰抜けるやろあれっつって これだいぶ荒いもん。アドベンチャータイヤはもっとひどいらしいよ。うん。もうちょっとしたら右曲がる。撮影ポイントね、もっと山奥やわ。うん、だから舞鶴から上がってきて
府道1号線に当たったじゃないですか。あれの左行って小浜の方に抜ける。うん、それはまた次回行きましょう。あれだった、行き過ぎた。9号線からこっち来た時にさ、はい、今から行った左手やけど右手にあの総民の工場あったの分かる？分からんか。今から通るけど、でその目の前に焼肉屋さんが前あったのよ。なくなってしまったけど、総民の焼肉のタレ使って。総民ありましたね。ありました。総民めちゃめちゃ玉ねぎの匂いしてなかったですか？もう明らかにソース作ってる匂いじゃないですか。焼肉ソースかなんかの。多分もうお年でやめたと思うやで。うん、ただ総見の焼肉のタレ使ってたら面白いのねっていう話してて、はい、1回食べに行こうと思ってたんけど、はい、2回目行ったらもう閉まってた。朝通った時はね、玉ねぎの匂いがすごいしてたんですけど、今はあんまりしてないですね。総見食品さん、あ、なんかでも匂いする。うん、美味しそうな匂いがしてます。うん、してる。閉まってしまったのにね。うん、その時代はまだやってましたよ。うん、なんかほんまにええ時間になってしもたね。4時半。お疲れ様でした。まあまあ何もなく、はい、いえいえ、何をしていますやら。めちゃめちゃ楽しかった。また機械作っていきましょう。はい、ぜひ。またブルーオーシャンのタイと、うん、昭和シェルのタイと。じゃあまた、はい、うん、楽しかったです。はい、じゃあまた、はい、お疲れさんです。お疲れ様です。さてさて、知人と別れまして、私はどうしましょうかね。とりあえず某レーシングサービスさんまでは行こうと思ってます。思いのほかヘロヘロなんで、
お店の都合さえ良ければどこか宿を取って明日バイクの再整備、車検とはまた違うね、整備と磨き上げをして、で後日取りに行っていいんやったらそうするし、そんな感じです。さあ、あと2、30キロ頑張りましょう。